どうも、皆さん、こんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回は、読み編成で小級を使用する場合に、残り1枠の虚無枠は誰がいいのかについて解説していきたいと思います。読みを凸していない場合、虚無枠は誰を採用するかというのは、とても大事な要素となりますよね。特に、小級を採用した場合、デバフ枠として採用となるため、残り1枠の役割は、高難度の攻略をする際は、非常に大事な要素となってきます。そこで今回は、残り1枠の虚無キャラを採用する際にどういった強みがあるのか、また強みを並べた時に誰を採用するといいのかを特徴を押さえながら解説していきたいと思います。それでは早速いきましょう。まず1人目はカフカです。カフカについては3つほどポイントがあります。まず1つ目、持続ダメージが見込めるというところです。カフカが入ることで、カフカ自身の持続ダメージだけではなく、小級の持続ダメージの発動機会も増えるため、ダメージが出しやすくなるっていうのがあります。小級の燃焼ダメージは倍率が低いっていうのはありますが、蓄積すればそれなりのダメージとなりますので、結構相性がいいポイントとなってます。続いて2つ目、デバフの付与が可能というところです。スキル必殺技で感電のデバフを付与することが可能となってます。また、味方の通常攻撃に合わせて、追加攻撃でデバフの付与も可能となっています。意外とデバフの頻度が高いキャラではあるんですよね。特に、小級などは通常攻撃をすることがありますので、それと合わせてカフカがデバフを狙うってことは可能です。こういった付与機会が多いのも、読みと相性がいい点となりますので、カフカを合わせやすいっていうところがあります。最後3つ目です。雷特化として採用できるってとこですね。雷弱点の相手なら、カフカを入れると効率が上がるっていうのがあります。虚無枠の採用として属性相性っていうのがありますので、雷弱点を持っていればカフカを入れるっていう流れでいいかと思います。カフカに関しては、読みともともと相性がいいだけでなく、小級の精進の起爆としてもありなところがあります。ダメージを蓄積できるタイプっていうとこですね。続いて2人目はブラックスワンです。ブラックスワンのポイントは3つあります。まず1つ目。高頻度の持続ダメージっていうとこですね。というデバフのアルカナを強制的に付与しつつも、敵のターンで総数に合わせて強力なダメージを与えれるっていうことは可能です。結構ダメージ源として活躍できるのが嬉しいところですね。続いて2つ目、防御力デバフもあるっていうとこです。スキルの発動で敵に対してデバフを付与することが可能となっています。小級のデバフと合わせればより火ダメをアップできるため相性がいいっていうとこですね。デバフの重ねがけって意外と強力なので、このあたりは嬉しいポイントとなります。続いて3つ目、風属性の対策としてっていうとこですね。カフカと似たような扱いになりますが、風属性の対策として扱いやすいキャラとなります。カフカと交代候補というところになりますね。また、持続編成と違ってフォフォを入れないってことになりますので、人生削り要因としては重宝します。ブラックスワンについては、持続ダメだけでなくデバフもあり、読みと小級どちらとも相性がいいっていうのがポイントになります。続いて3人目はケイナイフンです。ケイナイフンのポイントは3つあります。まず1つ目、精進効果と相性がいいというとこです。精進は燃焼状態とみなされるっていうのがありますので、ケイナイフンの低いの発動条件を満たしやすいっていうのがあります。必殺技の燃焼起爆とも相性がいいのもポイントですね。炎染めなどをすると分かりやすいですが、この2人の燃焼の相性は非常にいいところかなと思います。続いて2つ目、火ダメデバフで貢献ができるってとこです。低位の発動のしやすさもあって、火ダメデバフの発動や蓄積の効率がよくできるっていうのがあります。特に、軽内粉の低位に関しては解除不可となっていますので、一度蓄積できればターン経過以外では削除されないっていうのが嬉しいポイントですね。削除できない上に蓄積もしやすいとなると、この2人は相性が本当いいなと思います。続いて3つ目、炎属性の補助として優秀というところです。炎弱点の敵であれば、小級の補助としては十分活躍ができるというところがあります。範囲攻撃と作陣地の噛み合いが非常に小級とマッチしているというところになります。この点に関しては読み編成でも入れて、防御デバフと人生削りの手伝いができるので、読みとも相性がいいポイントとなっています。ケイナイフンに関しては、小級と炎属性同士っていうこともあり、燃焼関連の相性が非常にマッチしているとなります。炎属性弱点持ちであれば、ケイナイフンを入れて一気に叩き込むっていうのが意外と相性が良かったりしますね。そういう意味では、カフカやブラックスワンのように属性相性で使うのがいいかと思います。続いて4人目はペラです。ペラの強みとしては3つですね。まず1つ目、弓の火力を最大限伸ばせるっていうところです。
防御力デバフの数値がトップクラスなこともあり、昇級と合わせると読みの火力を出しやすい状況を作れるというのがあります。実際いろんな編成を試してみましたが、昇級キャラ編成の時に読みの必殺技で一番ダメージが出せたというのがありますね。続いて2つ目、 SP 管理がしやすいというのも特徴です。決意の後援水を装備すれば防御デバフを付与することができますので、 SP 管理が非常にしやすくなります。スキルを使わなくても通常攻撃でデバフ付与できるので、黄泉の残務の獲得のしやすさっていうのがあるんですよね。しかも防御関連なので、スキルを使うよりも通常攻撃をした方がお得なところがあります。続いて3つ目、多数の敵と戦いやすいというところです。テラに関しては必殺技に限りますが、全体攻撃とデバフ持ちとなっているため、敵の数が多くても対応が可能というのがあります。他のキャラも必殺技で全体攻撃というのはもちろんあるんですが、デバフを付与するわけではないので、テラは他の全体攻撃とまた違った効果となっています。このあたりが黄泉の必殺技と非常に噛み合いがいいところとなりますので、防御力デバフのターンを生かした攻撃というところになるかと思います。テラに関しては火ダメの数値を最大化できるという特徴があるため、昇級とも相性がいいとはもちろんありますが、一番は弓の火力を出しやすいというのが特徴となります。ダメージを出すだけならテラが一番いいのかなというところですね。続いて5人目はベルトです。ベルトの強みとしては3つですね。1つ目、行動遅延で有利に動けるというところです。必殺技の金庫状態に加えて、スキルの速度減など敵の行動を遅らせる効果が多くあります。攻撃機会を増やすことが可能というのも特徴ですね。昇級がいない時期、ベルトなどを入れて使っていましたが、相手の速度が落ちると弓の行動も速くなってくるので、とても扱いやすいというのがありました。続いて2つ目、初動で敵遅延が可能というところです。秘技を使用すれば金庫状態と速度減を最初から付与することができます。そのため有利な状態を作りやすいというのがありますね。初動でどれだけ残務を貯めれるかで黄泉の回転率というのが大きく変わりますので、このあたりは非常に相性がいいポイントかと思います。3つ目は火ダメデバフもあるってとこです。必殺技限定のデバフ効果となりますが、火ダメデバフを付与できるため、ちょっとした火力貢献だから実はできます。ベルトに関しては必殺技の回転率が非常に大事なところもありますので、敵の行動を遅くしつつ火ダメアップができるっていうのは嬉しいポイントかと思います。ベルトに関しては虚数弱点持ちなら行動遅延しつつ人生削り補助として相性がいいキャラとなります。虚数弱点持ちなら相手の足止めができますので、そういった意味でも相性がいいキャラと言えますね。今回紹介するキャラとしてはこの5人となります。それではこの5人の中で誰が黄泉の編成の時に昇級ともう1人選ぶなら相性がいいのかっていうのを次で話していきたいと思います。それでは最後です。黄泉編成に昇級ともう1人選ぶならというところで、今回は3つの視点で話をしていきたいと思います。まず1つ目の視点、黄泉視点で考えてみるとというところですね。黄泉に関しては残務獲得と防御デバフの両方が欲しいというのがあります。まず黄泉に関しては虚無悪の役割としてはこの2つの条件を満たせるキャラがいると嬉しいというのがありますね。この2つを要件満たさないとどうやっても火力が出せないというのがありますからね。ですが残務の獲得については昇級が入ることでほとんど達成ができるようになっています。なのであとは黄泉自身の火力を出すための防御力面か和風のキャラが必要になるっていうのがありますね。ですが虚無悪のキャラっていうのは役割が限られていますので、防御系デバフが自然と選ばれるのかなと思います。ダメージを出すのが黄泉でそれなりに達成ができますので、防御力を下げて黄泉自身の火力を最大限アップするっていうのが一番いいですね。そうなってくると、ヘラやブラックスワンが欲しくなるのかなと思いますね。候補としてはこの2人が一番強いのかなと思います。まあ攻撃も強いですし、デバフの効果も高いっていうのがありますからね。黄泉視点で考えると、この2人が欲しくなるのかなと思います。それでは続いて、昇級視点で考えてみたいと思います。昇級視点で考えた時なんですが、SP の節約と人生削りの補助が欲しいっていうところになります。昇級に関してはデバフが強力ってこともあり、なるべくスキルを使用したいところがあるんですよね。スキルを使うと EP 回復も高くなるので、そういった意味でどんどん使いたいっていうのがあります。ですが毎ターンスキルを使うとなると SP の消費が激しくなるため、なるべく SP を使わずにデバフを付与できるキャラが欲しいっていうのがあります。そうなってくると通常攻撃でデバフが付与できるブラックスワンか、決意の後援水でお手軽にデバフが付与できるペラが相性がいいかと思います。
このあたり見てみると読みと欲しい要素っていうのは違うんですが、噛み合うキャラは似たような感じになるってところになりますね。それでは最後、2人の視点を合わせて相性がいいキャラっていうのを見ていきたいと思います。相性のいいキャラとしては、汎用性はペラ、弱点主軸ならブラックスワンとカフカを選ぶのがいいっていう風になります。まずペラに関しては、防御デバフの数値が大きいだけでなく、高円錐でデバフ付与もできるため、お手軽なキャラとなっています。弱点属性に依存せず火力を補助できるため相性が良くなってるんですよね。また弱点を意識するなら、カフカとブラックスワンもおすすめですが、復刻待ちのところもありますので、汎用性の高さなどを見るとペラが非常に相性がいいのかなと思います。復刻してきてブラックスワンとカフカを入れるっていうのはもちろんありなんですが、それをするぐらいだったらペラを対応して読み、昇級、ペラ、アベンチにみたいな編成をする方が火力も出しやすいのかなと思います。まあ、特に今話した編成に関しては、防御デバフの数値が高くなるのでダメージが出しやすいっていう特徴がありました。まあ、使ってて一番爽快感があったっていう編成でもありますね。なのでペラを持っている方は昇級と合わせて使用すると、簡単に防御デバフを盛ることが可能なので、読みのダメージも出しやすくなるのかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続きトークアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。